お花紙工作の展示や掲示の仕方です。練習で作ったキャンディーも画用紙に貼って掲示しましょう。プレートに載せたごちそうはとりあえず棚の上に。名札をつけたら壁面に掲示します。ドリンクも作りましょう。透明カップにお花紙を入れていけばカラフルなドリンクが出来上がりです。ドリンクを棚の上に並べて、とってもカラフルですよね。そして最初に作ったカラフルキャンディー、プレートに乗ったカラフルなごちそう。紙皿を使っていますので、壁面に画びょうで掲示することができます。お花紙の工作で壁面がいっぱいになりました。タイトルをつけて中央廊下いっぱいに飾ってみました。この前を通って子どもたちは給食を取りに行きます。